皆さんこんにちは。教学者編集部の雑賀です。この動画では中央大学の地歴・公民の出題傾向を分析し、入試に向けた対策や勉強法を提案します。日本史・世界史・政治経済のいずれにも学部独自の特徴が現れていますので、ぜひこの動画の内容を今後の受験勉強の指針にしてください。本題に入る前に2025年度入試についての注意点です。2025年度入試は皆さんが高校の授業で学んできた新教育課程にのっとって実施されます。2024年度入試の教育課程とは異なり、出題範囲の名前も変わりますが、2025年度入試は旧課程履修者にも配慮した試験問題となります。また課程が違っても過去問演習は入試対策として非常に効果的です。随時最新の公式入試情報を確認しながら、過去問を軸にした対策を行っていきましょう。では初めに日本史の出題傾向を分析します。まず大問の数は学部ごとに3から5題で、試験時間はすべて60分です。経済学部・語学部共通選抜は全問マーク式で、その他の学部はマーク式と記述式の併用です。法学部は選択式に加えて論述が、小学部・文学部は記述の問題が出題され、正確な知識が問われます。難易度としては基本的に教科書の内容を問う標準的な問題が多いですが、資料問題や正誤判定問題は難度が高めになっています。また法学部は法制史や政治・外交史、経済学部では社会経済史が出題され、学部ならではの問題となっています。一方文学部では政治史からの出題が多く、小学部・語学部共通選抜は文化史を含めてまんべんなく出題されています。出題される時代は全体的に近世以降が重視される傾向にあります。ただし文学部は原始時代からの出題が比較的多く、難度も高いため注意が必要です。こちらは2024年度のそれぞれの学部の出題形式の割合です。法学部・経済学部・語学部共通選抜では文章の正誤判定問題が出題されています。特に法学部で見られる3つの単文の正誤を全て判定させる問題は定番です。法学部・小学部・文学部では論述や記述式の出題があります。用語を含め学習した内容を正確にアウトプットできる力が求められています。こちらは資料問題の出題数をまとめたグラフです。文学部ついで経済学部で資料問題が多く見られます。種類も文献資料を中心に地図やグラフ、視覚資料や年表など多岐にわたります。小学部と語学部共通選抜では出題数は多くはありませんが、毎年必ず資料問題が出題されています。視覚資料は小学部でのみ出題されていますが、2023年度は文学部にも見られました。日本史の具体的な対策について見ていきましょう。日本史では特に近世・近現代史の対策が重要です。後の時代ほど学習が間に合わないで苦手なままになりがちなため、年代や内閣ごとの施策・事件や時系列を正確に整理しておきましょう。また資料や地図を用いた問題にも注意が必要です。資料問題は初見の資料でも対応できる読解力を身につけましょう。地図問題では各時代の主要な都市や歴史的な出来事が起きた場所など、地名とその位置について必ず確認してください。続いて世界史の出題傾向を分析していきます。世界史は大問が3から4題あり、試験時間はすべて60分です。経済学部・小学部・語学部共通選抜は全問マーク式で、法学部と文学部は記述式とマーク式の併用です。法学部では論述問題も出題されています。問題の分量や難易度は学部・方式でばらつきがあります。
法学部では論述問題も出題されています。問題の分量や難易度は学部方式でばらつきがあります。法学部は分量がやや多めで論述もあるため全体的に難度が高めですが以下傾向にあります。一方経済学部は分量は少なめですが難度が高めです。商学部もこの後見るように出題形式が特徴的で難度が高い傾向にあります。内容として法学部は条約や法制度、政治思想史からの出題があり学部ならではの出題となっています。また文学部では文化史、特に美術や建築の分野が品質となっています。現代史や各国史は全学部を通して出題頻度が高い傾向にあります。欧米地域とアジア地域中心の出題ですがアフリカや西アジア、東南アジア、朝鮮など学習がおろそかになりがちな地域も小問で問われるため油断はできません。こちらは2024年度のそれぞれの学部の出題形式の割合です。法学部と経済学部では正誤判定問題が出題されており、特に法学部は全体に占める割合が大きいです。論述・記述問題は法学部と文学部で出題されています。こちらは資料問題の比重をまとめたグラフです。日本史と同様文学部で出題が最も多く見られ、次いで語学部共通選抜が多くなっています。経済学部、商学部、文学部、語学部共通選抜では地図が出題されています。文学部では地図の他にも絵画や建築の写真が必ず出題されているためよく確認しておきましょう。それでは世界史の対策を紹介します。まず各国史やテーマ史の学習を確実にしておきましょう。年表などを使って縦の流れを意識しながら覚えるのも一つの方法です。また地図や資料集の活用も欠かせません。地図上の位置を覚えるためには実際に手を動かして略地図を書いてみると良いです。絵画や写真などビジュアル面も資料集を使って忘れずに確認しましょう。そして現代史には要注意です。対策が抜けがちな現代史ですが、アメリカ、ソ連など国ごと、あるいは冷戦などのテーマごとに国際関係や外交史を理解しておきましょう。続いて政治経済の出題傾向を分析していきます。政治経済の大問数は語学部共通選抜のみ4題で、他の学部は3題となっています。試験時間は同じく60分です。商学部と語学部共通選抜は全問マーク式で、その他の学部は記述式とマーク式の併用です。法学部では論述問題も出題されます。基本的には教科書の内容を問う標準的な問題となっていますが、経済学部では専門的な知識を問われるためやや難しいと言えます。また商学部では計算問題が複数あることや幅広い知識や思考力を問う問題もあることから、時間配分に注意が必要です。出題範囲は政治、経済、国際の分野からそれぞれ幅広く出題されますが、経済学部では学部の特性上経済からの出題が多くなっています。また年度によって資料問題が出題されることもあり、法学部、経済学部ではグラフが、商学部、語学部共通選抜では図や統計表などを正確に読み取る力が求められます。こちらは2024年度のそれぞれの学部の出題形式の割合です。法学部は論述を出題しており、全体としてもバランスの良い出題形式となっています。経済学部は記述と選択の比重が高く、正確で丁寧な答案作りを心がける必要があります。その他計算問題の出題があります。出題数は少ないですがミスなく計算することが求められます。商学部は全て、語学部共通選抜は 92% が選択となっています。では政治経済の対策です。時事問題は教科書だけではなく
最新の情報に触れるためにテレビや新聞でニュースを見聞きする習慣をつけましょう。政府のホームページなどで法律や政策をチェックすることも重要です。出来事を時系列順に並び替える問題も見られるため、歴史の教科書などで年代を正確に把握しておくと良いでしょう。最後に地歴公民の全科目に共通する対策のポイントをお伝えします。地歴公民科目で共通して言える対策があります。一つ目は基本の徹底です。まずは教科書の内容を偏りなく覚えて取りこぼしがないようにしましょう。分野やテーマごとにノートにまとめることも効果的です。二つ目は記述や論述の対策です。漢字表記は正確に書いて覚える習慣をつけておくと良いです。さらに用語の名前だけではなく内容まで自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。最後に問題演習です。中央大の問題は一部を除くと学部を超えた出題傾向が見えてきます。他学部の問題も活用し可能な限り多くの問題に触れておくことをお勧めします。過去問を研究することで問題形式に慣れ出題に合わせた効率のいい学習が可能になります。ぜひ最大限活用して実力アップにつなげてください。受験生の皆さんを心より応援しております。